こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日はお買い物はその169、デルアモファッションセンターへという話です。久々のデルアモファッションセンターについてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住、リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さて、映像の方はデルアモショッピングセンターの、駐車場に今向かっているところです。久々ですね、デルアモファッションセンターは。おそらくですね、日本に行く前に、日本の方から頼まれた、お土産をね、買いに来たのが最後だったかなと、お孫ちゃんのお世話なりなんなりというのがありまして、なかなかね、買い物に行けなかったかと、そんなね、ところであります。ふと気がつくとね、ずいぶん行ってないなということで、何を買うという目的があったわけではないんですけれども、とにかくね、いろいろ変わったこともあるかなという、そんなね、ところをね、見にこのデルアモファッションセンターに来たという、そんなわけであります。そしてね、今ね、ノードストロームというどちらかというと高級なデパートになりますけれども、こちらの方に入りましたら、いやもうね、秋ですよね。もう夏物なんていうのは置かれていないと、ちょっとね、夏物のセールでも残っていたらいいななんて思っていたんですが、やっぱり1ヶ月前ですでに時遅しということでですね、もうすでに秋物の品揃えということで、そういうものはね、全くありませんでした。本当に秋という感じですね。置いてあるもんも、もうすでに夏物は、下げられてしまっていますしね。全部ちょっと来ない間に変わってしまったなという、そんな感じです。やはりね、来ないと随分違っちゃいますんでね。少しね、定期的に来た方がいいのかなというふうに思います。店の中を見るとね、ご覧のようにね、人いないんですよね。この理由についてはよくわからないんですが、アメリカ経済云々という話もあるし、お金持ちのアメリカ人のほとんどがですね、借金まみれだという話もありますし、本当のところね、どうなのかよくわかりません。そしてね、次に向かったのはユニクロですね。そのね、ユニクロへ行くまでの場所、ここちょうど2階に、レストランのティンタイホンがあると思うんですけどね、ご覧のように人はあまりいません。これがね、朝早かったからかなという気はしないでもないんですが、でも10時半は過ぎてましたんでね、いつもであればもっと人がたくさんいてもいいのかななんていうふうには思いますね。そしてこちらがね、高級バッグの罪というところで、さすがに今はね、罪のスーツケースとか今新しいの買うっていう厳しいですね。非常に値段が上がりましたし、私はね、十数年前に、罪の、旅行用のね、キャリーケースは買って今も使っているんですけれども、その時でね、200ドルしなかったと思うんですけどね、今はね、倍以上しちゃってるんじゃないかなというふうに思いますね。で、私はね、罪の、キャリーケース非常に気に入っていて、っていうのはやっぱりね、十数年前買っても今買っても全く焦ったところはないですよね。いまだにね、しっかり使えるんですよね。そういう意味でね、ちょっとね、高価ではありますけれども、我々もね、この年になりますとね、あれやこれやっていう、そういう問題ではないので、
できればね、いいものを長く使っていきたいなという、そんなね感じがします。さてさてね、あまり人のいないとこを歩いていきまして、だんだんユニクロの店舗が見えてきました。いや、それにしても人いないなあという、そんな感じではあるんですけれどもね、果たして実際はどうなんでしょうかという、さてね、ユニクロから次、メイソーというところに来たんですよね。で、メイソーという、お店は以前別の場所にあって、今ご覧になっている場所がいつオープンするかなと思ったら、この来てないうちにオープンしておりましたが、中身はね、全然売るものは変わりましたね。なんかこういったキャラクターみたいの多くなりましたね。今まではね、実用品売ってたと思うんですが、その辺やはりかなりね、変わったんじゃないかなっていう感じがします。さてね、いろいろ他のお店も見たんですが、これといってね買うもんはなくて、ちょっと困ったなという感じであります。まあ今日はね、どちらかというと、何かね季節のもので、なんかいいもんがあったら買いたいなと思ってきたら、もうお店がですね、ほとんどハロウィングッズをもう売るようになっちゃってますね。前にもお伝えした通り、コストコの方はね、もうすでにハロウィングッズを売っていて、随分気が早いなと思っていたんですけれども、やはりこのネルワンファッションセンターも同じでしたね。ですんでね、やはり世の中今、ハロウィングッズの方向で何か物が売られているなという感じがします。でもね、まだ8月中ですからね、10月までにまだまだ時間がありますのでね、ちょっと早いなという気はしますね。でね、もう11時回っていますのでね、そろそろ、人も出てくるかと思いきや、いやそうでもないなという、なんだかアメリカ経済危ないなという感じがねしないでもないんですけどね。まあこうやってね見てみると、いろいろとアメリカ経済、正しいかどうかわからないですけれどもね、いろんなところがね見て感じられる部分っていうのがありますね。まだね学校はお休みですが、もう来週には学校始まってしまいますね。ですからね、小さいお子さんと一緒に来てる家族はありましたけれども、若い人たちどうなのかな、もう始まってしまうんじゃないかなと思いますね。そんな具合でね、結構空いているデルアムファッションセンターという、まずねそんな感じがいたしました。さてね、12時超えてしまいましたのでね、これは今からお家に帰って食事をしてとなると遅くなりますので、まあそれならば、いつも行っている、丸亀うどんで、かけうどんでも食べて帰ろうかということで、今ね移動中であります。その前にね、今見えている、コリアンマーケットで少しお買い物はしましたけれどもね、そして、今向かおうとしているのが、新しくできた、丸亀製麺のお店なんですが、行く途中ね、紅花だったりレッドロブスターだったり、そういったねお店があるんだんですけどね、紅花はまだやっていますけれども、ここにねエレファントバー、レッドロブスター、それがスープランテーションですか、その辺がねもう軒並みクローズされていますね。レッドロブスター好きだったんですけどね、ちょっとそれがクローズされたのは痛いかなと。ちょっと前にね、バンククラップとしたっていうメールをいただいて、
あらまあという感じではありました。でも12時、そうですね、半は過ぎてたと思うんですがね、この丸源部青年園の方来ましたけれども、別に列があったわけでもなく、普通に入れて、普通にオーダーできて、普通に椅子に、テーブルに座ってですね、食事ができたという、そんな本日はお買い物はその169デルアムファッションセンターへというお話でした。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。